長寿草は、林道芽、強畜糖化に分類される多年生草本植物。なお、日本国内で、長寿草の名で、園芸用に市販されている株は、外観はニるが、北米原産の細葉長寿草や、柳葉長寿草などの多種であることも多い。葉は、長さ6から10センチメートル、幅1から2センチメートルの細長い筆型で、誤生する。種小名のイリプテカは、 楕円形のという意味で、これは本種の葉が同族多種に比べ丸みを帯びていることから。出根層で5月頃になると茎を高さ40から80センチメートルまで伸ばし、5から6月になると形状に周三化状、ダシウス青色の花を多数咲かせる。額は深く5列し、果敢は15ミリメートルほどで平らに開く。果実は2本の円柱状の細長い袋化で、 長さ5から6センチメートル。他の共畜糖化植物と同様、本種も前奏にアルカロイドを含み有毒である。東アジアに分布する。日本では北海道から宮崎県にかけて分布し、川岸の氾濫源や原野などのやや湿った草地に自生する。本種は藤バカマなどと同様に、かつては全国的に分布する普通種であった。近年になり、 現象が著しく2000年版環境省レッドデータブックでは100年後の絶滅確率が約97%と推計され絶滅器具二類に指定されていた2007年8月の新しい環境省レッドリストでは純絶滅器具に評価外された現象の原因は一つには自生適地である湿地の人為的開発、造成や 護岸工事などに伴う生育地の喪失である。もう一つは、そのような地域の一部は、農業のために、定期的に攪乱を受けて、草地を保っていたものが、農業の変化に伴い手入れが行われなくなった、ことによって、植生の繊維が進んで、草地でなくなったことが挙げられている。ほとんどの都道府県では、野生絶滅あるいは絶滅危惧種に指定されている。庭などに植えたり、 切り花用に栽培されている。湿り気のある半日陰で、腐食質の多いところを好むが、性質は強く、日向でも育つ。繁殖は春、または秋に株分けするか、種子をまいても増える。日本国内では、本種のほか、北米原産の種が園芸用に栽培され、いずれも、長寿草の名で流通している。多くの北米原産種の葉は細長くなるのに対し、 本種は比較的洋服が広く楕円型に近くなるところなどで見分けられているが外観がよく似ているため判別は難しい。ありがとうございます。